ハリー村では9月と10月とハリー村研修を募集しています。高知に入り込んだころこそのエリフスグりの体験、これからの幸せの形、日本の未来、勇気の田んぼ、畑、日本一の水質を誇る仁淀川沿いでのバーベキュー、川遊び、高知でアート、表現体験、お申し込みは概要欄のリンクから。国原チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、国原です。 <laughs> このですね、えーと、19、20、21と、まあ、結構忙しくしておりまして、えー、まあ今、フリースクールの設立に向けた準備それからまあ毎月、ですねハリー村研修という第 3, 第,第3土曜日、日曜日でやっているところにですね、まあ、徳島からあの、まあ、参政党の方たくさんいましたけど、えー、と合計15人ぐらい参加いただきまして まあそれで、えー、っとですねまあ、みんなであ阿波踊りをこんなこな風に踊ったりしてあのすごい楽しかったんですけどもまあ来ていただいた皆さんありがとうございました。えー、それでですね、えー、っと19日、えー、昨日は昨日で、えー、ちょっとですね、あの、まあのまこれも。 非常にあの、えーまあ、僕らがやってるその田んぼですね、それの、えー、稲刈りを、まあ、やっぱり手でやるっていうことにすごくこだわってまして、まあまあ、それで、まあ、あ手でですね、えー、結構、まあ、10人ぐらいかな、まあ、7、8人かな、えー、で、こう、まあ、昨日やってたんですけど、まあ、それでもう結構くたくたになってますよというような状態ですで。今日ちょっと皆さんにお伝えしたいなと思ったのは、えー、と19日に、えっ、ー、と、 以前参、ね、政党の参院選に参政党から四国で出た方々と、まあ、ご一緒してましてでその中でですねまあ子どもの審議っていうのは私はまあ詳細は分かんないんですけども情報としてですねまあ今愛媛県の西条市で起こっていることっていうののお話がまあその関係者 その方じゃないんですけども、あのその場に合わせた方からですね、西条市の方からお話があったので、ちょっと皆さんにもね問題提起っていうところで情報提供したいなというふうに思いました。それがどういうものかっていうとですね、うん、と簡単に言いますと、今ですね、西条市はじめですね、そのいろんな日本各地で、 その海外の法人が農地を買うっていうことが、まあ進,んできてしま、進んできてしまっているっていうことだそうです。で私も全然これ知らなかったんですけども、うん、とこれが令和2年か。えー、外国法人、えー、というよりはこの外国法人または居住地が外国にある外国海外にある外国人と思われるものが議決権を有する法人または役員となっている法人による農地職。 これが、えー、令和2年に5件。うん、でここに愛媛の最条がありますねで、えー。国籍は中国、香港だということです。でえー、っとなんか表向きはニュージーランドみたいな話になってるらしいんですけども、ま、結構こういうことが起こっていると、えー、いうことだそうです <laughs> で。またこれ、令和2年なんですが、えー、令和3年にも、えー、同じようにこうやって。 これが令和3年ですね。えー、最上市、えー、1.9ヘクタールと、うんえー、出ております。で、えー、これがですね、まあ、あのー、まあ、その表向きは、その要は、今の日本ってこんな感じじゃないですか。つまり、えー、と経済力が、まあ、どんどん落ちていっていてで、海外の方が経済力が伸びて、所得も伸びてると。 で日本はまあ失勢もあって伸びていないと、えー、いうことですよね。<laughs> でそれによって起こってるのは例えばこういう地方とか、えー、農業をやってる方々っていうのはまあ非常に高齢になっていてでその自分では管理できないとであるいはその農協の方も採算が取れないと、えー、いう話になった時に、えー、どっか買ってくれる人 あるいは管理してくれる人はいないかっていうのを、まあ、探し回っているというか、あのニーズが合致してしまうんですよねで。その時に日本人の若者は、えー、と何かやるかっていうと、まあ、やらないと。で、行った時にこう海外のお金持ちが買いますよって言ったら、あじゃあお願いしますっていうような流れが、まあ、あるということですね。またあの表向きですね、そのまあ、今回のこの9位の話なんですけど、えー 外資の農地取得が進むか措置でトラブル発生ということで EQI、e さ, e e、さんがそうだっているのはまだ断定ちょっと私の方ではできないですけれども少なくとも表向きではまあ要は経済発展ですよね要は農地の集約とかその大規模資本を入れることによってそこの産業として税収になるんじゃないかっていう期待があって行政も後押しをすると。 いうようよな状況がありますでここにも書いてあるけど、一部の市会議員が熱、ね、心に支援し、革新系の市長も買収を、ね、円滑に進めるように人役買ったようだっていう、えー、これが、えー、山口良子さんという方の記事ですけども、うんまあ、出てるわけですね。でじゃあ、それでどういうことがじゃあ実際起こるのかという話なんですけども、確かに分かんないです、このキウイフルーツ生産量全国1位みたいなのがね。 愛媛県とししてでできるかももれないですけども、まあ、一方で起こることってこれあの、えー、過疎地でよく起こってることなんですけどそういうその会社地域を,ことを特に考えてない会社が入ることによってですね、えーあれえーまあ、一番最初に起こるのはですね結局あんまり、えー、地域にお金って落ちないよねみたいな話ってすっごいあるんですよ。えー、税収とかもなんかあのいいよううにこう <laughs> あの節税されて入んないということもあり得ると思いますしこれはまあ高知の方でも起こっていることなんですねで,でまあここの基地に書いてあるのはまあそもそもそのことにえ農協の人たちが気づいてちょっと離脱していったとかですねあるいはこの井戸を掘る権利っていうのは地権者にあるからまあやるその中国資本がねえやりたい放題やれるっていうことなんだけど それによってこう水枯れがね、周りに起こってしまったりとか、そういうことがあるよっていうことが懸念されているっていうことなんですね。えー、まあ、まあこういうことがまあ経済的な面も側面を一つとってもまあ,あるよということであります。でもう一方で、あの賛成とは国の守りとかっていうことで言ってるんですけども、その、 国防っていう意味でも、えー、もう一つね考えた方がいいんじゃないかっていうことがあります。えー、それは、えー、と結局こういう,う一定の区画が、まあ、外国資本によって、まあ、占拠されてしまうっていうことが、えー、しかも取り返せないっていうことがですね、えー、その有事の時にどういうことが起こりうるかっていうお話を、えー、特にあのそこで出会った方は懸念されていました。 えー、日本人はですね、あの性善説なので、えー、相手のことを疑ったりしないんですけど、そういう日本人の常識は世界の非常識って言われておりまして、えー、結局ですね、えー、有事が起こった際に、えー、まあ,あ、言ってみれば中国共産党とかっていうのは <laughs>、非常にこう、特定の思想を持った集団でありますので、えー、っと、 まあまあまあ、あのー、言葉を濁さずに言えばですね、えー、そこの土地とか、あるいはそこがあーベースになって、旋兵となるっていうこともですね、考えられるっていうことですね。 私はまあ一人一人の、ね、中国の方とかあるいは外国人の方をどうこうっていうつもりはないんですけど国家っていう総体を取ったり、ね、法律とかねそういう組織的な動きとなった時にそういうことは懸念されるっていうのはこれは認識しといた方がいいっていうことはあると思います。まあ、ということで,です、ね、この記事ぜひ見ていただきたいですし皆さんもちょっとこういう問題があるんだっていうことを前提に ちょっと考えてみていただければと思いましたので今回あのちょっとこの西条市並びに、まあ、北海道のことはね選挙の時にも言いましたけど皆さんもちょっと問題提起できればなというふうに思いましたはいえー、まあ私の方はそういう教育そして食と健康自然環境保護自然保全ですねそして国の守りっていうところで 参政党さんが言ったようなことと、まあ、これは別に昔から思っていたことであるので、えー、発信を続けてえいきたいなと思っています。えー、また、コーチの方でも、えー、まああの辻立ちですね、参、えー、政党として、えー、やっぱりこの、えー、選挙の後との、ね、流れっていうのもああの日、日頃の活動が一番大事じゃないかと思ってますので。 まあそういったことをタウンミーティングを自主的にこう呼びかけて、えー、比較したりとかですね。まあ <laughs>、辻立ちを企画したりとかですね。まあ、そんなことを、まあ、今やっているところです。はい。なので、まあ、講師の部分ですね。えー、公の部分ではそういう参政党の活動で、プライベートの部分ではそのフリースクール作りの、まあ、ビジネスというかね。 会社の方でちゃんとやるということかなと思っております。はいえー、ということで、えー、今日も稲刈りに行ってまいりました。その稲刈りでね、えーそのお米えー、お米をですね、あのえーまあ、生徒があ作り、食べるというような風景を、ね、作,れる作ることをすごい目指しています。えー、皆さんも、あのー、引き続き素敵なあ夏休みなのかな、8月をお過ごしください。 えー、はいまたお目にかかりましょう国原でした、えー、ありがとうございます失礼します